これをやったら4ヶ月で13キロ痩せました。はい、こんにちは、山沢です。本日はですね、私山沢4月1日から減量を始めてちょうど4ヶ月で13キロ痩せました。もうこれだけ痩せると顔も体も別人のようになるんですが、今日は僕自身がこれを実践してきたら痩せましたという主に4つのテーマでお話ししていきます。1つ目が週何回筋トレするのがいいのか、2つ目が有酸素どれぐらいやってきたか、3つ目がカロリーどれぐらい取ったらいいの、4つ目がチートデイを入れるべきかどうか、主にこの4つのテーマで話していくんだけど、毎年毎年少しずつねやり方を実験してるから、これは良かったなっていうのもあれば、これやめとけばよかったな、やんなければよかったなっていうのも2023年の最新版がございますので、これに注意しないと痩せなくなっちゃうよというお話も今日していきます。まず1つ目、僕が13キロ痩せるために週何回筋トレしてきたのか。ズバリベストな回収が週4回と5回。これなんで週4回と5回なのかっていうと、僕の筋トレスケジュールって2日筋トレしたら必ず1日休むんですね。胸背中休み、肩腕休み、足胸みたいな感じで、基本この5分割を繰り返していくんですね。なので週5になる週、週4になる週と繰り返していくんだけど、これなぜ2日筋トレしたら必ず1日休むかというと、人間疲労が溜まると痩せなくなるんですね。単純に疲れてることによって日中の活動量が自然と減ってしまうっていうのもあるんだけど、疲労が溜まるともちろんストレスが溜まる、睡眠の質が落ちたり過食につながったり、むくみやすかったり代謝が落ちたりとね、この疲労から生まれるダイエットのマイナスってかなり大きいんですね。でこれはもちろん体力レベルって人それぞれ違うから、毎日やって絞り込む人も全然いるんですけど、僕の場合はやっぱ気づくんですよ。もう3日以上筋トレを連続した時の疲労が半端じゃないことに。なのでまあ仕事のスケジュール上とかで3日連続することあるんですね。だけど絶対に4日連続ではやらないっていうルールを設けてたのと、これ去年ね、僕が一番絞れなかった時の減量がやっぱね、毎日筋トレしてた時なんですよ。去年ね、試しに胸、背中、肩、腕、足っていう5分割を休みなく繰り返してみてたのね。それってやろうと思ったら筋肉的には回復しているからできちゃうんだけど、もうどんどん疲労が溜まってきて、もう痩せない負のスパイラルに陥ってしまいますから、今現在筋トレ週5以上やってる人なんかは注意してみてください。続いて2つ目は有酸素どれぐらいやるのが一番痩せるか。これ結論で言うと、なるべく有酸素をしないことが筋肉が一番残るいい減量なんですね。有酸素運動っていうのはやはりカタボリックといって筋肉イカ作用、筋分解が起こります。そして何より有酸素運動を入れなくていい理由の一つに、おそらく7割ぐらいの方はもうすでに日中の活動量が多いはずなんですね。例えば仕事が力仕事とか、飲食店で働いてたりとか、営業の方とかね、あとはまあ通勤通学、何分歩くかにもよるんだけど、ほとんどの人がもう十分な量歩いてるんですね。そこにプラスしてトレッドミルとかで歩いたとしてもあんまり意味がないんです。じゃあ有酸素運動必要な人どんな人っていうと、僕も含めそうなんですけど、日中の活動量があまりにも低い人、もう僕の場合今ね、動画編集 YouTuber が仕事なんで、下手したら一日中家にいることもあるし、スーパー行くとか言ってもね、車で移動します。なので活動量が少なすぎる人は少し取り入れた方がいいんだけど、僕の場合じゃあどういう取り入れ方をしてたかっていうと、まずこの4ヶ月間のうち1ヶ月目は有酸素運動必要ありません。食事だけで絶対に痩せれます。で2ヶ月目に朝朝食を食べる前に20分間のウォーキングを行います。朝空腹時っていうのはエネルギーが枯渇した状態ですから、体脂肪を優先的に使いやすいタイミングなんですね。ただしやりすぎは筋肉が落ちるから要注意。3ヶ月目は朝20分の有酸素にプラスしてヒートと呼ばれる高強度のバイクトレーニングっていうのを週3回入れてました。4ヶ月目の現在が朝20分のウォーキングを、これは週7回、ヒートを筋トレやる日なので週5か週4、そして夕方に 2,30 分のウォーキングを行って、あと意識的にねショッピング行ったりして、1日トータルで1時間歩くっていうのが4ヶ月目になります。このような感じで減量期間2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月っていうある中で、有酸素運動は徐々に量を増やしていくことが停滞せずに体脂肪を落としていくコツになりますので、飛ばしすぎにはご注意ください。続いて3つ目はカロリーどれぐらい取って痩せたのっていう話なんだけど、これはズバリ体重 ×35 という数字。僕の場合80キロからスタートしたんで、35をかけて2800キロカロリーというスタートでした。当然体重が落ちてくればカロリーも減ってくるので、70キロの場合だったら、まあ、約2400キロカロリーですよね。60キロの人の場合だったら2100キロカロリーになるし、
まあ、筋肉量、活動量にもよって変わるんですけど、なるべく体重かける35ぐらいのカロリーを取ってあげた方が当然筋肉の残りもいいんですね。で、今回の減量で僕一番失敗だと思ってるのが、後半で体重かける30までカロリー下げちゃったんですね。これで思いっきり停滞する羽目になって、それはね、次のチートデーの話につながるんだけど、4つ目のテーマがチートデーは入れた方がいいのか、そして僕が何回やってたのか。まあ、この4ヶ月間の減量の中で、もう朝から晩まで好きなもの好きなだけ食べたのは2回で、まずチートデーが必要か必要じゃないかっていう話なんですけど、結論、入れた方がいいです。これ理由はもう完全にメンタルの問題で、もう山登りで例えると分かりやすいんだけど、頂上まで1回も休まずに登り切ろうとするのか、ちゃんと第1地点第2地点みたいな感じで途中途中の区切り休憩があるかどうかって、長期間のダイエットを成功させるためにはかなり重要なんですね。よっぽどメンタルが強くて食にあんまり興味がないとかだったら、3ヶ月も4ヶ月もですね、好きなもの食べずにやっていけるのかもしれないけど、普通の人間は無理です。我慢すれば我慢するほど意図してない過食につながってしまいますから、突発的なチートでは良くないんだけど、数週間後とか1ヶ月後にチートデーしようみたいな計画的チートデーは、メンタルケアのためにも長期間のダイエット成功させるためにも入れることをお勧めします。で、僕の場合、去年の減量と今年の減量で変えたのが、チートデーって2種類あるんだけど、去年の減量はハイカーボって言って、脂質は低く抑えるんだけど、炭水化物をとにかく大量に食べる、体重かける 10g とか、だからご飯とかうどんとか和菓子とか、そういうものをたくさん食べたチートデーを去年やってたんだけど、今年は1日通しても甘いものとか脂っこいものとか、好きなものをとにかく好きなだけ食べるチートデーってのをどっちも試してみたんだけど、これね、僕の場合は好きなもの好きなだけ食べちゃった方が体重の戻りが早いんですね。まあ、これ結果的に炭水化物の量が少なくなってるっていうのが、まあおそらく原因なんだけど、この脂質を低く抑えたハイカーボって、まあ、好きなものが何でも食べれるわけじゃないから、心から満足しないのもそうだし、で、大量に炭水化物取るから体重はもちろん 2,3 キロポーンって増えるんですよ。で、それを戻すまでに1週間かかる。で、好きなもの好きなだけ食べたところで、まあ、体重の増加せいぜい2キロとか、今回まあ 2.5 キロぐらい最大上がったけど、大体ね、4日から5日で元に戻せるんですよ。だったら好きなもの好きなだけ食べちゃった方がメンタル的にもものすごく楽になるので、もうチートデーするって決めたら思いっきり好きなもの食べちゃう方がおすすめかな。で、今回僕の一番失敗のカロリーの話に戻るんだけど、まあ、チートデーをするとどうしてもね、体重 2,3 キロポンって上がるでしょ。もう少しでも早く戻したいって思った時に、1日の摂取カロリー2000まで落としたんですね。だからさ、チートデーって5000キロカロリー取ってさ、2000に下げたらさ、どん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 痩せてくと思うんだけど、結局体重が元に戻った以降ってのは停滞しちゃったんですね。でも、その停滞してるのがもうストレスで、2000キロカロリーで痩せないってなったで、もう一回チートデーしたんですよ。で、その後は1800キロカロリーに落としたんですね。で、体重4日ですぐ戻ったんだけど、その後やっぱね、痩せないの。で、これどういうことかっていうと、結局やっぱ人間ってご自身の基礎代謝ぐらいまでカロリーを下げちゃうと、体の防衛本能が働いてね、痩せないモードに突入しちゃうんですよ。当然カロリーが低いとか体脂肪がどんどん落ちてくってのは、人間にとってほら、餓死する方に向かっていくわけだから、もうそこで防衛本能が働いてしまった時っていうのは、体を一定に保とうとするホメオスタシスっていうのが働いてね、もうどうにもこうにも痩せないモードになってしまうんですね。で、1800キロカロリーで痩せなくなった時に、その時のね、体重かける35ぐらいの2400キロカロリーに戻したところ、食べてるのにね、勝手に痩せてきたんですよ。なのでね、今回の減量ね、改めてカロリー低すぎると痩せなくなるんだなっていうのを身に染みて体験した減量だったんだけど、なので皆さんもね、基礎代謝っていうのをご自身でネットで調べて、絶対にそこまでは下げないように、でそこまで下がっちゃってたら、もう一旦カロリー上げてみるっていう方向で考えてみてください。はい、といった感じで本日のね、私が13キロ痩せるために実践したことというお話をしたんだけど、参考になったでしょうか。もう僕も減量何回やっても何年やっても辛くて辛くてしょうがないんだけど、みんなも辛いと思います。一緒だよね。ぜひね、理想の体を目指して皆さんも無理なさらないように。あと、僕が運営してるフィットプレイス24の福岡小倉店がオープンして、めちゃめちゃでかいメガジムなんで、お近くの方はぜひね、ご入会してください。それでまた次の動画でお会いしましょう。またね。